はい、こんばんは。9月6日火曜日午後10時30分を回りました。4号品号な夜、第278回 ?9 回?はい、ちょっと回数を失念しまして申し訳ありません。今夜もどうぞよろしくお願いします。まあ、今日はタイトル、まあ、今日もお勉強ということで、まあ、昨日も放送しましたように、なんかね、眠れない夜を過ごしております。まあ、いろんな、ね、作業をしたり、仕事をしたりすることが結構多くあって、まあ、今、頭の中に、セシウムとか、ヨウ素のこととか、ぐる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 、動いているんで、なんかね、脳が冴えてるというか、頭が冴えてるというか、眠くないんですね。なんか、なんていうかね、眠ろうと思うと、どんどん目が冴えてきて、頭が冴えてきて、体はね、だるいんですよ。だるいんですけど、まあ、脳がなかなか寝ましょうというような反応をしてくれないので、昨日もね、どうにかして寝ようということで、ベッドの上に潜り込んで、体を横たえてましたけど、なかなかね、眠れずに。で、今日は午前10時からパソコンレッスンが入っているんで、もう9時前にはね、家を出ないといけなかったんですけど、8時半ぐらいに、ちょっと目が覚めて、2時間ぐらい、朝方までずっと、うつらうつらと、寝ているのか、起きているのか、わからない状況があったんですけど、ふと目を開けたら、8時半過ぎてましたんで、2時間か3時間は、ちょっと眠っていたのかなと思ってます。まあ、その後、パソコンレッスンに行って、博士の奥様とパソコンの勉強をしてですね、その後また博士からレクチャーを受けて、今日もお勉強をしてきました。少しずつなんですけど、僕も分かってきたような、分かってきていないような、でも少しずつなんか分かってきているような感じはあるんですけど、今日勉強した言葉ですね。大谷くんと、セシウム同位体のウィキペディアを出して、プリントアウトしてくれないかと言われて出したんですけれど、その中でですね、セシウム同位体っていうのがね、39種類、少なくとも39種類あるんですけれど、その中でですね、原子核が崩壊していく段階で、プラスのイオン、マイナスのイオンを、発生するんですけれど、安定同位体と言われているのが、セシウムの、133あたりなんですね。で、その132とかは、ベータ崩壊、ベータ線を出して崩壊していくんですけど、ベータ崩壊か、ベータ改変かの、崩壊モードで、プラスのイオンを、電荷を発生するんですね。で、その、安定同位体の、133以降、例えば、セシウム134とか、135になってくると、今度マイナスイオンを発生するんですね。まあ、その中で、まあ、セシウム137とかね、結構有害な、セシウムの同位体があるんですけれど、それも当然、マイナスのイオンを出すんですね。はい。で、博士が、そこに、ちょっと気がついたみたいで、安定同位体以下の134以降の同位体、マイナスイオンを出すっていうことが、ちょっと大きなポイントだということを
お話ししたんですね。で、これまで、例えば、水を例にしていくと、水は H2O ということで、一つの水、酸素に二つの水素原子がつながっているということなんですけど、その原子の結合角度の問題だろうということで、これまでお話をしてきていたんですけれど、どうも酸素って普通マイナスイオンなんですけど、それが10の78乗ヘルツの、超振動によって、酸素が一瞬プラスイオンに変わる場合があると。またマイナスに変わる。プラスマイナス、プラスマイナスという風にして、電荷的に不安定な状態になるんですね。それは結合する角度によってもわかるんですよ。水分子は104度が安定した状態なんですが、それが178度に開いちゃうと非常に不安定なんですね。不安定ということは、さっき言ったように酸素原子がプラスマイナス、プラスマイナスと微動していると。ね、10の78乗ヘルツの振動によって、その微振動によって、高エネルギーが発生するということまで、理論的には分かってきたんですね。そんで、マイナスイオンをプラスイオンに変えるという作用が、この10の78乗ヘルツの、パワーがあるそうなんですね。その10の78乗ヘルツの振動によって、マイナスイオンであるものをプラスイオンに変えることができるんであれば、先ほど言ったセシウムの134以降のマイナスイオン、それも10の78乗ヘルツの振動を加えることによってプラスイオンに変わっていけば、無害化することができるんではないだろうかというところまで今日博士が、私の方にお話をしてくださいました。なるほどと思ったんですけどね。それで、結合角度、それと、電荷イオン、マイナスイオンをプラスイオンに変えるということによって、ね、有害物質を無害化することができるということで、それをですね、まあ、何回も言いますように、理論を裏付けるような実験を行っていかなければいけないんですけれど、まあそのね、費用が結構かかっちゃうということで、今度はその電荷、イオンね、電子イオン、電子イオンとプラスイオン、マイナスイオンを調べるということなんで、そこを専門的に、あ、すいません。まあ、イオンの研究を専門的にやっている機関で、実験が、測定ができないかということで、今ちょっとあちこち当たっているところでございます。まあ、原子核、まあ、に近い、実験なので、やはりね、多額の研究費用がかかるんだろうなぁとは思っているんですけれど、まあ、ちょっとは前進してきたので、今言ったように10の78乗ヘルツの振動、細かな振動がマイナス4の持ってるやつをプラス4に変えていくということによって、そのもの自体に高エネルギーが発生するということまではちょっと博士によって解明されてきました。あとはそれをね、ちょっと裏付けるような、実験を行っていかなければいけないんですよね。ということでね、少しずつ僕も、なるほどだ、なるほど、ということで、
分かってきてはいるんですけれど、まあ、難しい分野ではありますんでね。これがあるんで、まあ、夜眠れないという状況が続くんですね。まあ、気分転換をしてね、まあ、漫画とか、YouTube の動画を見て、笑いながら、ゆったりとした気もして寝ようかなと思っても、どっかでセシウムさんの声が来るんですね。セシウム、洋装とかね、いうような頭がプッと出てくるんで、それがちょっとダメなんですよね。昨日言ったようにもうね、ボランティア活動でクタクタなるまで、一生懸命活動すればね、夜はバタンキューで、眠るんでしょうけど、もう頭ばっかり使ってるんで、ちょっと眠れない状況ですね。また今日もこれから、こういった、資料とかね、あと昨日紹介したショットノートにメモをまとめたんで、またそれを使ってちょっと勉強してみたいと思っとるところです。で、今日また新しい本が来ました。未来医療オーリングテスト、大村博士の挑戦という書物、今日届きました。これ、定価では1800円するんですけど、Amazon の中古で498円で購入しました。これ今日来ましたので、ちょっと今20ページぐらいしか読んでないんで、またこれ僕の教科書としてね、また読んでいきながら、勉強していかないといけないかなと思っているところです。この大村博士っていう方がですね、この以前紹介したオーリングを発明されたということで、今ニューヨークの方で心臓病に関する研究機関の所長さんとして働いていらっしゃると。で、うちの博士の方も、この大村博士にお会いしたいということで、一応ある方を通して、大村先生への紹介状を書けますよ、という段階まで来ているんですが、なんと大村先生は、今言ったように、東京とニューヨークあちこちしてるんですけど、まあ、ほとんどニューヨークにいることが多いということで、まあ、ニューヨークに行かんといかんのかなーって、どうしようかなーというところで、ちょっと悩んでいるそうですけどね、僕はもう行った方がいいと思うんですよ。もうもしかすると、もう会えないかもしれないですよね。もう、博士も、大室博士も、もう年配なので、もう今、言っとかないと、後で後悔するというようなことが起きてしまってはね、研究の障害になりますんで、私はちょっと、無理してまでも行かれた方がいいのかなと思ってます。で、この大村博士が行っているオーリングテストの、協会が、日本にあるんですね。日本バイデジタルオーリングテスト協会。これが、なんと、福岡の久留米市にあります。で、そのことを、博士も分かってらっしゃったみたいで、今その、日本のオーリングテスト協会に、まあ、手紙を書いてるということでした。オーリング協会の方に今回の実験結果を、実験というか博士が行っていることを、ご提供とご案内すれば、オーリングテストの方から、ちょっとね、突破口が開けないだろうかということで、ちょっと動いているところでございます。まあ僕がね、英語ができてお金もいっぱいあれば、はい、で、僕とニューヨークに行ってきますと言えるんですけど、英語も中途半端、しかもお金がないと来てますんで、どうしようもないんですけどね。ですんで、まあ、どうしようもない、どうしようもないと言っても始まりませんから、今言った突破口を開くために、日本バイデジタルオーリングテスト協会の方に問い合わせを行おうと動いているところでございます。
はい。まあ、亀の歩むのように、歩みは呪いんですけれど、まあ、呪い分、壁が高いということなんでね、壁を乗り越えるのか、壁の下の地面に穴を開けて潜り込んで壁を通り抜けるのか、と、あれこれ考えて、実用化できるまでね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけど、もう時間がない。時間がないというか、時間がないですね。と、焦ってはいませんけれど、ちょっと頑張ってやっていかないといけないかなと思っているところでございます。で、昨日、この放送で、紹介しました、ニコ生のセンさん。早速、ツイッターの方でお返事が来てます。ありがとうございます。僕が昨日話しました、IT 関係の事業案に関する、コメント、アイデアをいただきましたけど、ね、僕はちょっと夜のお仕事、商売、あまり詳しくないので、まあ、勝手に想像して書いたんですけど、でしょうね。ちょっと夜の商売で、パソコンを使って勉強しようっていうところは、ちょっと難しいかもしれませんね。まあ僕はもう、高齢者向けのパソコン教室を中心に、あと、職業訓練もやっているんですけど、昨日言ったように、まあスマートフォン関連の講座。あとはビデオカメラですね。ビデオカメラを買って子供さんなんかの成長記録を残していくっていうご家庭も多いと思うんですけど、撮りっぱなしでビデオのテープは置きっぱなしっていうのも結構多いのかなと思うんですよね。まあ、今はテープじゃなくて DVD とか SD カードになっちゃってるんで、コンピューターに、動画を保存する方も多いのかなと思うんですよね。そこを一歩、ちょっと深めて、で、ちょっと、撮った、ビデオ、動画を、パソコンを使って編集しませんか？といった講座ができるといいのかなと思うんですよね。以前、携帯電話で撮った、動画とか、そういったもので講座を開いて行ったんですけど、結構反応があったので、それをビデオカメラに発展して、講座を行うのもいいのかなと思うんですよね。まあスマートフォンでも結構ハイビジョン、フルハイビジョンの動画も撮れますんでね。そういったところ、いろんな機能があるんでもったいないのでね。そういった講座を行えば、ね、いろんな機能を使いこなすこともできるのかなというふうに考えております。ですんで、夜の街の、パソコン講座からは、撤退します。というか、まあ、事業を行ってないので、一応、案で動いてるんでね。まあ、それは一応、なしにして、まあ、今やってる駅前公民館をうまく利用した、講座、事業を考えていきたいと思います。まあ、そっちの方が、無難かもしれませんね。はい。ちょっと待ってくださいね。こういうのがあるんだね。また後でやります。ということで、はい。まあ、いろんなね、あれやりたい、これやりたいっていうアイデアや案外はあるんですけど、まあ、資金が、まあ、ないのでね、まあ、資金繰りをどうするのかっていうこと。まあ、初めはぼちぼちと受講生さんを集めて、受講料収入から、新しい講座を作ったりっていうレベルでやっていけばいいんですけど、結構ね、チラシとかビラを巻いたんですけど、あまり反応がないんですね。時間帯が時間帯なので、まあ、夜の時間帯とかに講座を行うとかね。臨機応変にやっていきたいんですけど、まあ、公民館使用料が高いというところが、ちょっとネックには
なっておりますね。そこも突破口を見つけて、ちょっとね、秋以降の収入増につながるように頑張っていきたいと思います。はい、ということで、昨日はあまり喋りすぎて時間をオーバーしましたけど、これからふと、さっき言ったように、またお勉強をしますので、こんばんは。センさん、ありがとうございます。今、視聴中とのことで嬉しいです。新しいプロデューサーというソフトを使ってるんですけど、今何人見てますっていうリスナーさんの数が出ないのでね、まあコメントをいただけると、非常に嬉しいです。ありがとうございます。あ、そうそう、水の件ですね。すいません。もう少しお待ちください。ちょっと博士の方にご相談をして、水をもらえるように手配しますので、申し訳ありません。今しばらくお時間をください。あ、そうですね。あと、スカイプで、ね、双方向で連絡が取れると、生でお話ができるので、まあいいですね。やはり僕もニコ生の方で放送するのがいいのかもしれませんけどね。そこも含めて考えてみたいと思います。あ、今3人視聴ですか。ありがとうございます。これどこでわかるのかな。参加者とこの画面でもわからないんですよね。ソーシャルストリームという画面で見てるんですけど、ね。はい。まあ、いいです。もう、自分勝手にお話をしていて、非常に申し訳ないんですけど、あ、そうそう、最後に。前回紹介した、キングジムのショットノート、このメモ帳なんですけど、結構これ使い勝手がいいですね。スマートフォンを持っていらっしゃれば、ぜひこの、ショットノートを使ってください。手書きのメモがスマートフォンに保存できて、しかもエヴァノートにも保存ができるということで、手書きの味わいをスマートフォンで確認できるっていうのも面白いかなというふうに思っておりますし、まあ、メモを書いて、すぐなくしちゃうような方はね、メモを整理する上でもなんか使えるアイテムかなというふうに思っているところです。はい。ということで、ほんとね、まあ、センさんのようにニコ生で、リスナーさんとね、会話をしながらお話をしていった方が、ちょっと番組も盛り上がるのかな、というふうに思っています。ちょっとね、番組のスタイルも変えていかないといけないかな、というところですね。はい。ということで、あれ？ここにもないんですよね。はい。今夜の、4号信号の夜、この付近で終わりにしたいと思いますけど、ハイエナジーウォーター博士の動向に関して、またこれからもね、お話をしていきたいと思いますが、最近ね、Facebook とか Twitter でも、僕に絡んでくれるような方がどんどん減ってきております。もうわかりますね。Facebook でも、自分が発言しても、いいねとか、あとコメントも、ほとんどもらえないので、ね、ああいったうさんくさいようなことを書いてるから、反応がないのかなと思ったりしてますけど、実際自分らがやってることはうさんくさいものでも何でもなく、ただ実証実験ができないと。ね、実験するためにはうん千万の費用がかかっちゃうという、原子レベルでの研究をやってるんでね、そのあたりが歯がゆいというか、なんかどうにかしたいなと。
というふうに思っているところです。まあどっか大きなスポンサーが、いいよ、やってごらん、お金出すからとなれば いいんですけどね。今度は電子レベル、イオンレベルでの研究になってきたんで、シャープがほらプラズマイオンクラスターとかイオンのことやってるんでね、シャープなんかの研究機関にこの研究のことを持ち込んだらどうだろうかなというふうに、まあ一人で考えてはいますけどね。まあ、いろんな方法を考えて、ちょっとね、攻めていきたいと思っておりますんで、もしいろんな情報をお持ちの方、お知り合いが、どこぞの研究機関の所員さんとか、いう方をご存知でしたら、ぜひ僕の方までご連絡をいただけると嬉しいです。はい。ということで、今夜の、4語金語の夜、この付近で終わりにしたいと思います。HEW に関する情報は、僕のブログの方でも掲載していこうと思ってますんで、またブログの方も、ご覧ください。はい、それじゃ、今夜の放送、この付近で終わりにします。またお時間がございましたら、明日もご視聴よろしくお願いします。では、失礼します。